黒の谷で呪いの進行が進み苦しんでいる名古屋三三郎。そこに新選組の土方歳三と山崎進が現れ、共闘の提案を受ける。そして二人は互いの力を試すため戦う。闇ヶ岳にいる魔界少女剣のもとへ日野富子が足利義久を連れていく。そこに冥界軍のお市の方とルイス・プロイスが現れ、魔界少女剣を襲う。風の里にいる魔界衆、ジライアがいなくなり泣いている機動丸。機動丸は魔界衆の皆に対し役立たずと言い放ち、その場を去る。茨城道士は仲間を守るために強くなりたいと言い、馬頭に修行をつけてもらうこと。六門神にいる真田重雄氏の前に現れる里見八犬士、さらに越智康成と鶴姫が里見の援軍として現れる。里見八犬士対真田重雄氏の戦いは、里見たちが真田重雄氏を倒し、康成が大助の首を取ろうとするが、葵の術が発動し冥界の地へ飛ばされる。そして見えない冥界の兵に襲われる里見。冥界軍に襲われている魔界少女、そこに現れる生命と滝夜叉。阿部の生命と滝夜叉は魔界少女剣と手を組み冥界軍と戦う。さらに魔界少女剣の大内義隆が現れ、魔界少女剣に加勢する。そこにスキピオヌも現れ大混戦となるが、生命たちが冥界軍を追い込んだその時、クロイスが術を発動し消えてしまうのである。